チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの、チャオ、今日のあっちゃんのお昼ご飯は、冷製カレーパスタにしようかなと思って、冷製やねんけども、カレーが冷たいとちょっとね、うまく、なんていうかな、混じらへんから、パスタを冷やして、で、あったかいカレーかけようかなと思ってます。で、子供はカレーライスが食べたいって言うから、カレーライスにしました。はい、そのまんまでいきます。はい。では、作っていきたいと思います。はい、お湯が沸いてきたらパスタ入れます。ちょっとほぐします。冷静にするからね、ちょっとだけ茹で時間を作ります。1分半か2分ぐらい茹でて、あとね、お皿で蓋でもしてみましょう。はい、はい、あと10秒ぐらいです。はい、まあそんなにぴったりやらんでもいいんだけどもね。3、2、1。はい、お皿を、あちち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 、それ熱いわな。はい、ということでこれを冷やします。お皿も一緒にちょっと冷やす。冷やしていきます。はい、冷製パスタ、パスタを冷やしてきました。そこにカレーをボンと乗せます。はい、完成。カレーパスタです。では食べたいと思います。はい、できました。冷製のパスタにあったかいカレーを乗せた、中間ぬるいカレーパスタ作ってみました。では、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。これね、ホットパスタ、ホットちか、普通のあったかいパスタでやった方が美味しいとは思うんだよね。暑いし、ちょっともうね、涼しいっていうか、ちょっとね、クールで食べてみたいんで。食べてみたいと思います。大きい。なんでこんな大きい取れんの。まあいいわ。いきます。うん。おいしいし、さっぱりしてて食べやすい。うん。ちょっとね、カレーのあったかみと、冷たいパスタで。ちょうど食べやすい。熱々も美味しいんだけども、今の時期暑いとしんどいでしょ。だから、ちょっとね、体温ぐらい。いい感じにぬるいパスタになってね。美味しいよ。うん、どう？軽くね、ちょっとカレーライス足らんかって、ちょっと欲しいとかあげるわ。どう？美味しい？いける？うん。いけるらしい。前ようね、冬はね、カレーパスタとか作ってあげたことあるね。カレーパスタ好きで。うん。レトルトやけどね。うちで作ったカレー、美味しいね。特に二日目はね。うん。ちょっとテレビのチャンネルを変えましょう。マキさん、また親指が変な角度に曲がって痛いの、足。いいのか。なんか足の指、親指だけグニュってこう曲がって、ね、それを自分の足で踏んで痛いのよ、まだ。親指だから骨まではいってないとは思うねんけどね。同じ車にね、カットトマト缶落ちてきたやつを踏んで、
薬指折ったんよ、2年ぐらい前の冬にね、秋にね。あれのトラウマだって、めちゃくちゃ痛いみんな。動画撮りながらさ、我慢しながら歩くときに、足つくときに、クッてついてんやろね。そのままグエンってこうなって。全体重がさ、右足の親指にかかって、痛いね。泣きそうも。喋ったらいいね。カル君が食べてくれてるよ。美味しかったら食べてもいいよ、もっと。まだあるし。美味しかったらパスタまだ茹でられるからな。無印の特集やったんやろ。あっちゃん無印あんま行かへんねん。もう一回見に行ってこよう。視聴者さんもね、無印いいよーと教えてくれとってん。一回見に行こうかな思ってたけど、イオンモールに入ってんねんね、うん、だから見に行ってこよう。それにしても親指が痛いな。ありえへんぐらい痛い。杉伸びたんかな。うまいとこ食べていいよ。今あるやろ、そこに。うん。おいしい。もうちょっと辛くてもよかったよね。これにしても足が痛いな。たまらんわ。数日痛かったら病院行かんなの。行ったら折れてますとか言われてさ、前も。前もね、1週間ぐらい放置して治らへんかって。治るやろ、また放ったったら治るやろ。痛かってさ。折れてるからそれは痛い。痛い、治らんわ、言われて。足折れたら大変やん。今日はね、去年の夏、夏ちゃう、今年のあれか、春か、親指折れたからね、サッカーで、うん、だから足の指って折れやすいらしいね、やっぱり。うん、治りにくいしね、曲がれるから。でもね、いつもね、ホルモンの薬変えたりしたら、めまい出たりね。足のつく位置間違えたり、なんかわからへんけど、ホルモンの薬が変わったり、ホルモンバランス変わると尿になるね。うん、なんもね、先月か今月の頭かぐらいからホルモンの薬変えてるから、やっぱりね、それの副作用やと思うんだけどね。普段こんなこと痛いわ、もう嫌や。ちょっと様子見よう。いつも痛い。爪の辺が痛いな。ハムが来たって。やろうな。うん。食べる？ということで、美味しかったです。ごちそうさま。うん。今日はもうちょっと、やっぱ歯ブラシ立てよ。足の指が痛いでテンション上がらないんで喋られん。はい。ということでね、まあ今日ちょっとこんな感じでね、一日過ごしましょう。今日、もしかしたら昼からね、
お買い物に行くかもわかんない。かもやねん。まだわかんない。決定じゃないね。ということで、この後、何かして、お買い物か考えてみたいと思います。では、またね。バイバイ。